こんにちは、大崎純也です。私ただいまアイザックスポーツドームのアリーナの方に来ております。というのも今回ね、スペシャルゲストの方とある企画をしようと思って、やってまいりました。今回はすごいですよ。正直ちょっとねビビってます。はい、早速ゲストの方をね紹介していこうと思います。この方です。カタールと山の松岡大地です。よろしくお願いします。大地はね、大地は分かるんですけど、もう準レギュラーみたいな感じなん で、 そうです。大地は、はい、よろしくお願いします。今日はお願いします。はい、のスペシャルゲストはもうこの方です。説明は不要だと思うんですけど、軽くちょっと自己紹介の方だけ一言ずつよろしくお願いします。はい、富山グロージーズ背番号10番の上澤俊樹です。お願いします。富山グロージーズ9番の水戸武史です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わかりますか、同じアスリートなんですけどオーラがすごい。まずちょっとうってくらいました最初やっぱり。はい、今日はフリースロー対決ですか。そうです。今日の企画はカターレ富山、富山グラージーズフリースロー対決です。すみません、一つ僕からちょっと補足なんですけど、いいですか。はい、水戸選手、富山県南砺市出身、俊樹選手、はい、朝日町出身、朝日町出身、はい、松岡選手が滑川出身で、僕が富山出身なんですよ。全員富山県出身の選手です。よっ、メイドインテーマです。なので今回カターレ富山と富山グラウジーズっていう戦いでも十分いいと思うんですけど、ね、どちらが真の富山県民か、絶対に負けられない戦いというテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでフリースロー対決やっていきますか。はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、いきます。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ。よし。じゃあチームグラウジーズは先攻後攻どちらで。じゃあ先攻で。じゃあ先攻で。はい、はい、じゃあお願いします。じゃあチームカターレは高校ということで。頑張るぞ。頑張るぞ。やりました。うわー、さすが。さすがです。おいしそう。
恒例のルーレットでちょっとハンデをいただこうかなと思っております。ルーレットを回して止まったところで、まあそう書いてあるんでそこで、その通りにやってもらうという形にしようかなと思います。第2回戦はルーレットでやっていこうと思います。よろしくお願いします。言ってたもん、膝使えって安西先生が。はい、もう一回。はい、パーッとしてた。はい、入らんって。Thank you.
膝が大事。やりました。ナイス。フレットの感じです。逆手でフリースローですね。ハーフコード2本後ろからスリになりました。不調になりました。松岡です。おー、1メーター後ろ3。
スリーバーイ、スリーポイント、まあ、これはね、これはね、膝使えてない。肘が大事です。肘大事。肘大事です。トレンドは肘。はい、トレンドは肘です。トレンドは肘なんで。来てとりあえまた、そういう勝負どころない俺の課題は。ノーコメントです。本当に何も見えてないですね。何も見えてないです。入った入った。いやー悔しい。ということでチームグランジーズの勝利ということで、よし、いやー笑った。じゃあまずチームカターレの大崎選手どうでした？悔しいですね。素直に悔しいです。本当に勝ちに行けたんで本当に悔しいです。以上。いやーハンデもらっても勝てなかったんで、もう出直していきます。どうでした上沢選手？本当に2人すごく上手くて勝ててホッとしてます。悔しい。本当に危なかったです。よかったね。安堵安堵。ということでね、今からちょっと移動してもらって、後半戦ということで、次はカターレ富山の土俵の PK 対決です。皆さんお楽しみに。はい。悔しい。